準備完了な感じでもう配信始めてるんです。だからさ、いつもよりさ髪がさ扱いづらい。こんばんは。新潟市内大渋滞なの？嘘、なんで？雪ですか？雪でですか？こんばんは。家まで帰れずガストなうって、え、大丈夫？それは今からさ前髪切ろうか迷う。え、こんばんはです。こんばんは。ちょっと前髪扱いづらいです。今日なんかやばいかも。雪やばいの？なんでそんなやばいんですか？はるちゃんさ、朝外出たけどさ、朝午前ご違う、でもさその後さ雪の状態がまだ分かってなくてさ、うん、やばいのそんなに。でもなんかめっちゃ積もってたね。予想以上に積もってた。想像以上に積もってた。こんばんはです。ブザビートありがとう。沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。可愛い子発見ありがとう。ギルド入れた？え、よかったよかった。それはね、すごく楽しいねギルド。私もっとさトークしたいんですけどさ、なんか迷惑かなって思ってあんまり動かせてないんですよ。でも送りたい。なんかさ配信越しで見るとさ髪がさなくなってんだけど、反射したら髪がなくなった。ライトのせい？なんか髪がなくなって見える、嫌なんだけど。あ、これで、ね、なんか今日曇ってる？家の中が曇ってんの？雪で地下トンネルが通行止めだから市内が大渋滞なの？やばくないですか？ねえ、ちょっとさ画面拭こうかな。もうティッシュで拭いちゃおう。ねえ、ちょっとティッシュで拭くわ。いや変わんないな、家の中が曇ってるわ。ねえ、家の中が曇ってる。ねえはるちゃん雪だるま作ってない？まだ作れてないです。ちょっと顔の調子も悪いですね。ね、こんばんは。今日黒い服ですね。進み具合いい感じ。クリスマス公演発表されたの？待って、それは知らんかった。発表されたん？マジか。ね、ありがとうございます。ただいまからちょっとスキンケアをしたいと思います。いや冗談、スキンケアは冗談。あのメイクをする、メイクじゃない、ちょっと軽めの。ちょっとなんか今日さ髪が変、髪も変だしさ顔も調子悪い。寝不足続きだからかな。ね、ありがとう、ブザビートありがとうございますね。吹かれたって、あごめんごめん。可愛い子発見ありがとうね。いいね、可愛いって言われてね。こんなになんか今日顔事故ってるのに可愛いって言われてすごくありがたいです。ちょっと目がおかしいので目の工事をするね。明日も除雪で仕事行けない？え、行けないの？配信してもらえて嬉しいですって。え、ありがとう。こちらこそです。来てくださって。ちょっとさ、今
美容液を塗ってるのでさ、まつげの、まつ育してて最近だからさ、ちょっとこの事故った顔は見られたくないのでさ、あのちょっとちょっともうここでやるわ、ここでね、事故りたくない。てかさ、アイラインが変なところに引いてあるね、アイライン変なところに引いてあるんだけどさ、わかる？いつもより変なの。なんかさ、配信越しでさ、ね、配信越しで引いたらさ、アイラインがさ消えかかってるね。公園行くからねって、ありがとう。え、かわいい、ありがとうね。ね、やっぱり配信越しで聞いたらなんか失敗しちゃうね。いつも通りの可愛い。え、ありがとう、そう言っていただけて嬉しい。でもさ、化粧水塗った後だからさ、アイラインがさあんまりさ機能しないんですよね。あ、でも濡れてきた。でもいいのだろうか、お風呂入って化粧をするって。もう一回お風呂入らないといけなくなっちゃう。かかぶね、可愛い子発見ありがとう。はやちゃんはね、免許取る予定ないですね。免許取っても多分車乗らないですね、あの今の予定では。やっぱり前髪の調子悪いかもしれん、分け目が違う、いつもと。目キラキラしてて可愛い。え、ありがとう。何もしてないんだけどさ、ね、ちょっとさ、前髪の分け目が違くてさ、前髪がさいつもよりさ本当になんか違うからさ、どうしよう、もう諦めるしかない。ね、沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます、ね、本当にさ前髪がいつもよりさ量が違うんです、左右で。見てくれたらわかる、前髪こっちのさ髪がさこっちに行っちゃってるからさ、ドライヤーしよっかな今から。可愛い子発見ありがとう。いや、ピンでなんとかなるか。で、こっちに来てほしい髪がさ、こっちに移動しちゃってるからさ、ね。だよな、俺の助手席になるもんなって。あ、確かに。確かに。それは嬉しいですね。で、可愛い子発見ありがとう。めっちゃ目つき悪い人になってるよね、絶対。そうだよね、ごめんね、本当に。あ、でもさ、今後つけてるんだけどさ、前髪の分け目に。でも意外とさ、戻ってきてくれてるわ。うん。ね、意外と。うん。こうやってやってる。今。前髪の分け目を変えてます今、ただいま。なので少々お待ちくださいね。これ、うん、ね、な、配信越しだとさ髪がなくなるんだけどさ、え、反射してるから。髪めっちゃあるんだけどさ、悲しくない？髪どっか行ったんだよね。うん。ね。髪生えてますよ、ちゃんと。薄く見えるって。ね。反射してるからだと思う。髪ありますね、ちゃんと。ね、これライトつけるとさ、なくなるんだよね。こんばんは。バトルホールのエントリー10人になってた？あ、ほんと？よかった。やっぱり生まれ持った美女がいいから可愛いんだね、はるちゃんって。え、ありがとう。
そんな可愛くないけどさ、ありがとうございます。とても嬉しいですね。もういいやこれで、諦めた。もう前髪多分こっちから見たらわかる、めちゃめちゃあの分け目が変なの。 でもこうやってしてればさバレない。でもさ、まね、バイバイいたらバレるわ。量が違う。ドライヤーしたい。南川の前髪も無理だ。なんで今日こんなに分け目違うんですかね。今日朝はめっちゃさ成功したんだけどさ、あのお風呂入ったらね前髪消えました。なんでこんなに分け目違うの。ドライヤーしようかな。ゲーム始めてみたけど全然進まな、あ全然分からなくて進まなくなっちゃった。どこが分からないのかな。ちょっとはるちゃんが分かるところなら教えますよ。ね、雪道ですか？は慣れないですね絶対。もうめっちゃ やばい今日やばかった。雪が降りすぎてる。まだ降ってたじゃん。また降ってた。雪積もるかな。積もってるけどさ、もっと積もるのかな。やばい、これさあれだね、多分ほぼ半分前髪いじる配信になっちゃうかもしれん。ピンどこ行った？南川のピンが消えた。こんばんは。上目遣いにやられてしまうってやばい。それはあったあったよ。ピン見っけした。うん、前髪湿気にやられてるの？え、私ですか？いや多分湿気じゃないですね。あのお風呂入った後にドライヤーで乾かすのあの忘れて、あのちょい寝しちゃったんですよ。そしたらなんかもう前髪終わりました。それは多分自己責任ですね。でちょっと昨日夜更かししたせいで寝落ちしました。寝てましたね、はるちゃんは。とても楽しい睡眠になりました。ねえ、飾り付けとかの場所どうやって先頭に戻れるのかわからない。なんだ飾り付けですか。ストーリーの雪女が全然倒せないについ倒せない件についてって5の40ですか。待ってどこだ。飾り付けってなんだ。イベントのことかな。なんだすっ転んだら罠に引っかかったようだって言うもんです。あ、言うですもんねって。でめちゃめちゃさ、それさなんかあれだね、あのめちゃめちゃ私の昔の配信の話かもしれん。それなんかその話した気がする。ずっと昔に罠に引っかかったようだって。どこだ。ハンバーグ&チカナ唐揚げ、なんだで、ライス大盛り3皿目ってすごいね。すごい食べますね。そんなに食べれるの、ね、すごすぎる。チームのエントリー10人になってた。本当だ。ありがとう。
エントリーしてくれてすごく嬉しい。ねえ、1の7から進まない？1の7って何やってたっけ。なんかね、あれですよ、なんか成長させればできます。ヒーローでなんかレベルアップさせれば結構進みます。でなんか1体をレベルアップさせるんじゃなくて、上位5人、一番上の 5個を均等にやれば他のキャラクターもレベルアップできるので、そしたらいい感じになる気がする。ね、グザビートありがとう。ね、こんばんは。エアーマンが倒せないみたいになって、なんだそれは。エアーマンってなんだ。ね、前髪治ってきたんだけどさ、めちゃめちゃいい感じになってきた。やばい、あの固定いらずですね、はるちゃん。はるちゃんは今困ってることがあってね、黄色のさコインってさ、どうやったら集まりますか。あれがさ材料不足でさ、はるちゃん進めないね。あ、昨日突破できなかった突破できなかったところ突破できたって。ね、私も突破できたね。すごく楽しいよね、突破できるっていうことが。ね、ゲームリンクからダウンロードしなかったので現在やり直し中って。あ、そうなんですか。ね、頑張れね、可愛い子発見ありがとう。つぐちゃん、りりかちゃん、そもちゃんでしたって。あ、あれですか、あのカプセルですかね。ね、可愛い子発見ありがとう。今からゲーム始めても間に合いますね。1月5日までだった気がする。ね、全然間に合う。25日投げるって、ありがとうございます。とても嬉しいですね、それは。ね、こんばんは。13日の公演ではるかさんが気になってきましたって。え、ありがとう、嬉しいですね。ね、このまま気になるから好きになってもらえるように頑張ります。ありがとうございます。雪女ちょっと手こずったよね。あ、私もなんです。めっちゃね手こずりましたね、それ。でもなんか配置を変えてみたり、いろいろとね試行錯誤だっけ、試行錯誤でしながらね頑張ったら、なんかいつの間にか進んでた。今日エサ恋さんないけども、配信何時までする予定って。え、待って、ないの。え、ないんですか、嘘でしょ。え、ないの、なかったの。え、なんかさ、なんかスケジュールになくて、スケジュールになくてさ、だからさ、でもさ、いつもさ、なんかないけど入ってる仕事とかさあるじゃないですか。ないけどあるみたいな、スケジュールにないけどあるみたいなことあって、それかなって思ったらなかったの。じゃあさ、え、でもはるちゅんは9時で辞める予定ですよ多分ね。パーティーの5枚で一番何いいのにかな、なんだろう、なんとかのに合わせられます。あ、一番低いのにかね、合わせられる。そう、レベルはですね、で今日なしなんだね。とりあえず3の8まで進まないとね、ギルドに入れないのでね、一緒に頑張ろうぜね。ギルドの建物出てくるよね、今日なしなのか。でもさ、今日1時間半配信だと思ってさ、ご飯食べずにやっちゃってるんだよね。だからさね、途中でご飯食べたくなっちゃうかもしれん。
まあオレンジジュースはあるんですけど、うん、ね、手こずったのかって、とりあえず打倒雪女ですって、ね、そうです、手こずりました。うん、でもなんだろう、はるちゃんが一番気に入ってるキャラクターはですね、最近ハデスです。ハデス、ハデス、あ違う、ね、ハデスですね、ね、この方、待って映るかな、この方です、歯です、あ反射しちゃってる、配信だからいいや、配信に歯ですです、あ光んだね、回復系のお姉さん有能すぎて最近使ってるって、待って、なんて名前ですか、回復系知らないんだけど、なんていうキャラクターですか、私持ってるかな、で、カードをいっぱい持ってる方とかにおすすめなんですけど、レベルとかが結構上がってきておすすめなんですけどさ、その方になんか同じ何マークを5体使うととてもなんかスムーズに進むようになりますね、結構ね、ポイントがなんかね、ちょっとねボーナスが入るみたいで、同じマークを使うと5枚とか使うとめちゃめちゃ進むようになりますので、結構おすすめです。結構レベル進んできてもう倒せないっていう時には同じマークとかマークっていうか赤は赤みたいなを使うと結構進むようになります。ご飯自炊派じゃないんですよね、自炊もするときはするけど、私には最強のママチュンという方がいるので、ママチュン最強のママチュンという方がいるのでママチュンに作ってもらってる。待って、 S あるんですか、どっちどっちだ、待って今日何日だっけ、19か19、どっちだ、なんかさスケジュールにはないんだよ、NGT のスケジュールには入ってないんだけどさ、わかんないな、はるちゃんもう、まあ予定では9時だからさ、今日10連引いたら UR 出て発狂しましたって、発狂するよねやっぱりね、10連さ引いてさ UR 出たらさめっちゃ発狂するよね、わかるね、イズンに装飾はなんだこれ、イズンですか、待って、イズンっていうキャラクター、緑ですかこの子ね、この方イズン、あめちゃめちゃイズンが反射しちゃってる、イズンですに何をつけてるの、何これ、イズンは装飾つけてないんだよねまだ、イズンさ昔使ってたんだけどさ、赤と黄色がさめっちゃさなんかレベル上がっちゃってさ、でもなんかね強化はねもうマックスだからさ、強化はだからさ装飾つけたら意外といい感じになりそうですね、ダイヤ使っちゃうけど強化のリセットとかもしてるの、なるほど、沼にはまりに来ましたってありがとう、はるちゃん4月のオフラインよろしくねって、その日はるちゃんしか撮ってないからこれ本当って、ありがとう、待って
あ、あ、くしゃみ出た。え、ありがとうございます。それは嬉しいです。ありがとう。4月が待ち遠しいですね。ね、はるかちゃんこんばんは。こんばんは、ブサビットありがとう。イシスさん弾いたの？イシスさん、あー、この方ね。はるちゃん、マルドゥクが好きすぎてさ、やばいです。発狂する案件ですね。ね、エサある、あるんだね。人気って炎のところを押すとみんながどんな組み合わせ使ってるか見られるよって。え、どういうこと？待って、どういうことだ。人気、え、これ、知らんかった。それは Y のチームも黄色、黄色ばかり。え、え、はるちゃん、はるちゃん赤と黄色ですね。赤と黄色のチームです。ごちそうさまですって、やだ。くしゃみありがとうございますって、やばい、やだ。くしゃみしたくなかったね。まとめられそう、やだね。誰も多分撮ってない気がする。沼にはまりに行きましたって、ありがとう。ね、こんばんは。クリスマス公園のに行く日ま、行く日までには雪なくなるかなって。どうだろう、でもね、まだ降ってた気がする。わかんない、今はわかんないけどね。ヒーローの個別のページで右上の炎、待って、ヒーローの、ヒーローの個別のページで右上の、あ、左上だの炎、左上の炎、え、ヒーローの、わかんないね、どこだどこだ。ヒーローの左上のある人気で組み合わせ、え、ヒーローの人気の、あ、適当にヒーローを選択するの。あ、なるほど。じゃあその女の子でイズンで人気、そういうこと。クリスマス公演投げるけど行かなかったら察してくださいって。え、あれ、あ、わかりました。え、こういうこと。これ、これってどういうこと。これって、あの、あ、これって、あ、なんでだろう、画面どうすればいい。これって、あ、ちょっと暗くしたら見れる。これって、これを一緒に使うといいよっていうことですか。これ一緒に使うといいよみたいないうこと。ね、こんばんはです。こんばんは。ね、沼にはまりに行きましたって、ありがとう。え、装備とかあるやん。なにこれ、全然知らなかった。これやばい。なんで、私結構詳しいと思ったのに、なんか皆さんの方が詳しすぎた。やば。可愛い子発見ありがとう。ブザビートありがとうございます。とても今びっくりしてますね。ちょっとマジか。
なんか皆さんの方が詳しいですね、ゲーム。こんばんはです、来てくださってありがとうございます。うん、ねえ、もっとなんか情報教えてください。なんか情報ないですか、ゲームの。楽しいねゲーム。あのさ、コインはどうやったら貯めれますか、はるちゃんさ。これね、成長させたくて、成長させたくてさ、あのここのさ黄色のコインがさ、あのもう赤になってて、今7489しかなくてさ、もうあのもう無理なんですよ、終わっちゃってるんですけど。可愛い子発見ありがとう、そこ見るだけでまた変わりますって。マジか、え、じゃあ進むようになるっていうこと。もっと沼にはまりに来ましたって、ありがとう。可愛い子発見ありがとうございます。試練の地か、え、もう終わっ、あのやっちゃったんだよね、試練の地もう終わっちゃった。うん、コイン使いすぎちゃってるからな。でクリスマスツリータップできるよって、あ、本当ですか、じゃあタップしてきます。てか雪だるまがなくなってたっていう、雪だるまがなくなってたんだけどさ、ポン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 。今日は飾りを、飾りなのかな、これ何、なんかもらったね。ブザビートありがとう。バッグにあるアイテム使ってコインにしたんだよね、もうないんだよね。うん、もうないよ、もうないんだよ。心理のなんだこれ、ラバンみたいな、ランバンわかんない、シャバンみたい、シャバン違う違う、これ何、廃盤、違う、うわ、なんかさその感じ見た、見たことある、羅生門のさ、羅生門のさ、ラみたいな、え、合ってるよね、ラね、羅生門のラだよねそれ、え、これラバンで合ってる、これ。可愛く発見ありがとうね、あと課金で、あ、課金なのかい、やだやだよ、ね、一番左のやつ、あー、もうやったね、もうやっちゃったね。ね、羅生門の羅だよね、そうだよね。ね、羅針盤、え、芯がない、それ羅針盤じゃない、羅盤ですか。ね、めちゃめちゃさ今さ、あのめちゃめちゃなんかさちょっとやばいんだけどさ、なんかお腹がギュルギュルなっちゃってるんだけど、なんでだと思う、お腹が痛いのか、お腹空いたのか、お腹の調子が悪いのか、ね、何のお腹のゴロゴロかわからない。ラバンで合ってる？あ、合ってるんかい。ね、こんばんは。ね、羅生門知ってますよ。だって授業でやりましたもん。ね。ね、何のお腹のゴロゴロだと思う？ちなみに私見当はついてる気がする。あ、まだご飯食べてない。ね、2つあって、お腹を壊してしまったか、
あのお腹空いたかなんですよ。ご飯を食べてなくてまだの痛さと、あ、痛さじゃないのゴロゴロか。昨日から1日ねアイスをね3個ずつ食べてて、で今日も夜中から数えて3つずつ食べてるんですよ。ね、サッカー見ながらとかね、朝からアイスとかで、今さっきアイス食べたんですけど、これはお腹の痛さのゴロゴロなのかお腹空いたのゴロゴロかわからないんですよね。うちは牛乳飲むとギュルギュルしますわって、あ、牛乳もわかる、ゴロゴロしますよね。ね、あ、漢字弱い系ですね、漢字わからない系です、南川ね、お腹も空いてる、腹ペコ青虫です、懐かしい、すいません。ふざびたありがとうございます。どうなんだろう、もうさ進まなくなってしまってさ、メインストーリーみたいな、ね、どうやって進めばいいんですか。13-40で止まってます、皆さん。ハラペコアムシ懐かしくないですかね。羅生門の作者は芥川龍之介さんじゃなかったね。最近何これ、欠席ですか、わかんない、これ激痛走った人がコメントしていきますって、これ何、これなんて読むんですかね。気分転換にチャットでもしとくって、え、ありかもしれん。こんばんは、ね、最後の晩餐にはですね焼肉をみんなで行きたいですね、うん、みんなと焼肉行きたいですね、ここにいるみんなと。こんばんは、今日なんか目の調子悪いかもしれん。おお、正解って、あ、正解、正解した、やばい、正解した、嬉しいですね。ね、欠席で会ってた、あ、よかったよかった、もう感じが不安で不安で。焼肉南川家集合でいいですよ。南川家そんなに広いかわかんないけど、多分入るんじゃないですか、わかんない、入らないかもしれん。なんかここがさやばい、荒れちゃってる。未来かここだけカサカサしちゃってるの。リップクリームを買ったのでリップクリームを塗ってます最近ね。公園で鬼ごっこしたいですね、楽しそう、うん、ね、ここだけちょっとリップ塗ろう、ここここだけ、ここここなんかはみ出て見えるんだけどさ、これ荒れちゃったんよね、ここで塗り方の癖が強いね。え、ハルチュン沼のみんなと焼肉パーティーしたい人生だったってね。え、そうですよね。ねえ、芥川龍之介ってよく知ってるっちゅんよねって、ね、よく知ってるよね。みんな、皆さん
どんな感じですかって聞いてみます。ね、公園で鬼ごっこいいかも。冬仕様にします。千葉から来て初めての新潟の冬、寒さに負けずに乗り切って寝て、ありがとう。ね、頑張る。ね、公園で鬼ごっこがしたいって、あ、待って、それはやばいやばい。その子、あの、多分、あの、やばいやばそう、それはやばそうです。あの公園中に、じゃあみんなでかくれんぼしようよ、あそこの公園で。ね、隠れられるかな、みんな。待って、アネちゃんの隣、パパちゃん、ママちゃんって、あ、もう、おい、ハルちゃん人気ないじゃないか。ね、ハルちゃん人気なくて、いや、悲しいんだけど。悲しい。公園でやったら逃走中みたいになりそうって。確かに。ね、公園の、あ、公園でさ、あの、増やしようにってできるかな。多分、あの、もう動かないでもお部屋仕様にボボボボボンってできそうですね。ね、はぁ、メンターって、あ、バレた、リップ、リップ何使ってるのかバレちゃった。ね、可愛い子発見ありがとう。なんかさ、なんか今さ、ギルドのさところで、皆さんどんな感じですかって話しかけたらさ、回答返ってきたんだけど、はるちゃんが、あの、鬼になりますか。ね、サングラスでスーツも着てて、あ、某番組じゃないですか。ね、ね、ここにいる皆さんははるちゃんのギルドに参加してくれてますか。ね、なんかぜひよろしければなんですけど、ギルドの人数がすごく少なくて、あの、皆さんの力が必要なので、ぜひよろしければ、あの、はるちゃんのギルドに参加しませんか。あの、ゲーム、ミシックヒーローズっていう、ミシックヒーローズっていうゲームなんですけど、あの、あ、無所属なの。え、それはもうはるちゃんの入るしかないですよね。チャットね、めっちゃ動かしたくて、でもね、答えてくれる方がね、あんまりいなくて。ゲーム好きじゃないですか皆さん。ゲーム楽しいです。このゲームは本当に楽しい。あの、ゲームがあんまり得意でないはるちゃんもこのゲームできます。ね、なのでぜひよろしければ一緒にさ、これさ、イベント終了してもさ、あの、ギルドはさ、このままにしてほしいな。ね、ゲーム出遅れちゃったけどまだ間に合いますかって。全然間に合う。だってさ、これ1月5日ぐらいまでだったよ。1月5日ぐらいだった気がする、までだった気がするのでさ、全然、あ、合ってた。イベント期間1月5日だから、まだ始まったばっかりなんですよこのゲーム。だからちょっとはるちゃんのギルドに入りませんか。参加したくてもそこまでいけませんって。じゃあはるちゃん協力するよ。協力するから、今どんな感じかを教えてほしいですね。ね、文章が煽ってるように見えるって、え、あ、ある、ね、私ですか。ね、皆さんどんな感じですかのこと。え、煽ってない。ね、ユーザー登録頑張りますって、ありがとうございます。複数のギルド入れるらしいけどやり方よくわからないって。あ、もう入ってるんだ一つ。え、私もさ、複数のギルドはさ、まだわからないですね。ちょっと調べようかな。ね、なんか入れるらしいですよね。
3期生お試し中なの？え、そうなの？何をかな、お試しね、ゲーム勉強しますねって、え、ありがとうね、あの今からでもいいのでぜひ一緒にゲームしましょうよね。攻略情報あんまり出てこないよねって。だってさ、このゲーム始まったのさ、あの調べたらさ12月8日らしいですよ、今年のつい最近ですね。だからみんなね、子さんになれますね、これ、このゲームの子さんになれます。可愛い子発見ありがとうございます。ほほう、勉強しますって、ゲームね、昭和世代の自分には結構難しいって。いや大丈夫よ、多分はるちゃんの家族もやってくれているはず。わかんないわかんないわかんない、はるちゃんの家族もやっててほしいけど、え、どうなんだろう、はるちゃんの家族さ、ゲーム好きだけどこういうゲームやるのかなね。ゲームの話したことないんだよね。でも荒野行動は一緒にやってたから、このゲームやってるかな、やっててほしいな。でそんな最近なんですよね、めっちゃ最近ですね。だから攻略法とか調べても出てこないんですよ。なので皆さんで協力したいんですよね、はるちゃんは。ちょっとはるちゃんちょっとよくわかんないことが多めなのでね。うん、あ、ノーコメントですってね。え、そもそもこの点のゲームが苦手なんだよね、この点ね。はるちゃんもこういうゲーム初めてだからさ、わかんないんだよね。ね、12月8日は AKB48 の誕生日ですね、何かの縁かなって。あ、確かに、え、何かの縁かな、びっくりです。それはギフトコードですか、え、何それ、なんかあるんですか、ギフトコードみたいな。はるちゃん推し新規な Y でも大丈夫ですかって、あ、全然大丈夫ですね。もうあのゲームができるっていうだけで本当に、あのゲームをできるというか、ゲームを入れてギルドに入ってくださってるだけで私はとても嬉しいですね。うん、これってどうやるのかな。可愛い子発見ありがとう。前になんだこれで、ゲームやってたので割と楽しいですって。ダイヤもらえ、ギフトコードでダイヤもらえるってこと、やばないですか、え、そんなのあるの、そのギフトコードがわかんない。特別配信にはるちゃんいなくて残念って、はるちゃんね、はるちゃんはいないですね、残念ながら。1-7戦闘してたら、したら負けてしまって進まないって。え、あのさ、あのヒーローっていうページのさところでさ、一体一体成長させてますか、それって。わほーって、こんばんは、こんばんはです、来てくださってありがとうございますね。ちょっとずつさ成長させてれば、あの意外と進みますね。意外と進むようになります、ね、でもどうなんだろう。でもさ、私13のさ、あのさ13の40で止まっててさ、ね、どうやって進めばいいんですか、その次、その先が、その先が進まないんですけど、ね、ブザービートありがとうございますね、進まないね、どうしよう、これどうやってすればいいんですか。ギルドのチャットに貼ってもよろしいって、あ、
全然あのギルドのチャット何でも送ってください。あのみんなに共有するのがありがたいので、共有あなんかこういうの知ってるよっていう情報があったらね、チャットでやり取りしましょう、みんなで、ね、13の40さすがに進みすぎて、なんかありがとう嬉しい、そんなこと言われるなんて。2日目からゲーム全く進まず助けてくださいって、あの今何やってる途中ですかね、なんか分かれば教えられるけど、何やってるね、13とか進みすぎて追いつける気がしないって。いやでもね、意外と1日であの2個ぐらい進めるので、あの意外と進められるよ。あの頑張れば3つ4つ進められちゃうからさ、これスタミナとか関係なしにできちゃうから、はるちゃんめっちゃなんかね、最初あの最初から頑張ってたNGT48 物語っていうアプリ終了してから何もアプリ入れてないから、ちょっと頑張ってみますねって。あ、私も入れてた NGT48 物語、私も入れてましたね。ねえ、頑張ろう、一緒にゲーム楽しいから。オートバトルにしてるけど4回連続で負けてるって。何がダメなんだ。成長はさせてるんでしょ。それだけは聞きたい、ね、成長させてます、それレベルアップさせてるね。それがダメだったら、1の7ってどんな感じだっけ。なんか強化とかでできるんですよ。そこまで行ってない、待って、ブザビートありがとうございます、チースってありがとう、ね、成長するの、成長とかどうするのかわからない。あのさ、待って、じゃああのここのページ行ってください。あの普通のさ、あの今バトルのさページ行ってると思うんですけど、ちょっとライト消すね。ここのあのあるじゃん、このページ、ちょっと文字は見えなくていいんだけど別に、にあの下のところにさ、ここにさあのヒーローっていうところがあるんですよ。ヒーローっていうところがあって、このさ上らへんのさ一体一体をこう成長したさせたいのをポチって押して、でここでレベルアップできます。ここはるちゃんちょっとコインが足りなくてできないんですけどね、はるちゃんは成長できないんですけどもね、そしたらあの成長させられるのでね、あればあるほど、やっと7章なの、突入って、おめでとうございます。前生活を送ってましたわって、マジか、ローモバとミシヒロ二刀流してますって。ありがとう、自分のレベルが分かりませんって。待って、自分のレベルはですね、ここに書いてあります、ここに上のところに書いてある、上のところにさレベルなんて書いてあるんだよね。ミシックヒーローズ講座ね、あレベルアップできた。そしたらあの結構進むようになるので、それを何回も繰り返してるとあの進めますね。はるちゃんのシアターくじ特賞当てたかったなって、違う3期生が当たったのはここだけの話って、なんか気になる昨日シアターくじ引いて特賞2つ当たったよって、すごくないですか。なんでそんなに当たるんですかね。あ、レベル3だったね。でも結構進んでますね、それは進めてるんですね、うん、ね、一
1枚特化で育成するのはおすすめしませんって。あ、そうですね。でも最初でも最初 SSR だけ出てたら、あの1枚だけだったらちょっとだけ SSR を優遇っていうんですか、優先してあの育てた方がハルチュンはいいかもしれない。ハルチュン的にはじゃないとさ、次に SSR が出たらさ、その SR とか使わなくなっちゃうじゃないですか。だからちょっとね、 5枚をやるけどなんか使わなくなっちゃうかなって思って、はるちゃんは最初から SSR だけを育ててたんですよ。ね、なんでって言われても困るって。あ、クジューンがすごいいいんですね。え、待って、チャット見てって、チャットですか、ちょっと待って、あ、ゴールド足らなくなった。そしたらゲームを進めて貯めれますね。ゲームを進めたらね、ちょっと一回やってみたら結構勝てるかもしれない、うん、え、あー、ありがとう。え、なんかすごい、待って、ゲーム設定、ギフトコード、これか。もらえた、本当にもらえた、やばいやばい、もらえるんだけど、ギフトもらえる。え、何、なんでこんなに、何、ギフトコード、なんでみんな知ってるんですか、ね。もらえたね、ブザービートありがとう。昨日の劇場の一般公開放の時間全部行ったもんって。あ、そういうこと、1の8に進めた、ありがとうって。ね、ありがとう、こちらこそ。ゲームわからない、何だ、ゲームね入れてくれてありがとうございます。本当に嬉しい、それは。はるちゃんはですね、13の40です。13の40、 YouTube でありました。あとググったら出てきますって。え、まさかのググったらギフトコード出てくるんですか。ちょっとやってみようかな。ね、すごい、それは。ね、みんなで協力しようなって。ね、協力しようね。あ、でもさ、これ配信見てない方とかさ、あれかな、配信見てない方はさ、何の話してるかわかるかな。ね、待って、上ギフトコードのところで入力してね。ギフトコードが まずさ、わかるかな、どこかね。1の 8とかどこに書いてあるのって。えっとですねバトルのメインストーリーがあるんですけど、そこでさ書いてあるんだよね。ここに書いてあるの、このキャラクターのここに、なんのなんて、アプリすら入れてないとか言えないって。なんで、ゲーム好きそうなのにね、ゲームやらないんですか。ね、ググったけど使えそうなの2つぐらいしかなかったって。本当？
ね、テロップにテロップにいや、え、テロップに書いちゃうね。あれ、エリア1の3とかってなってるけど、なんだこれって、え、今1の3なのっていうこと。ブザービートありがとうございます。可愛い子発見ありがとうございますね、ありがとうね。どうなんだろう。え、これさ、あの1の8だったのに1の4に戻った。え、待って、戻ることってあるの。待って、それはさ、はじめましてなんだけど、はるちゅん。ね、あった、1の6ですって。あ、本当ですか？ね、それをどんどん進めていって、3の8まで進んだら、あの、ギルドって言って、あの、メンバーのギルド、あの、なんか、チームみたいな、軍団みたいな、ものに入れて、それでねトークができるようになるんですよ。だから、あの3の8まで進んだらいい感じ、あのとても楽しくなります。もっともっと推しと話せるようになるからね。あー、通り目のパズルゲームにハマってたの、そういうことか。いつか使うだろうって持っているアイテムがいつまでも使われない件についてってわかる、わかります、わかる。なんかさ、はるちゃんもさ、なんかさ、このアイテム何に使うんだって思うアイテムがさあってさ、魔法のハンマーってどこで使うんですかね。なんかね、魔法のハンマーってどこで使うの、これ。ねえ、これは何で使うんですか。ねえ、もっともっとで何年かかるかなって。いや、多分そんなにかからない気がする。多分ね、それは他のゲームでやるって、はあ、パズルゲームフルボイスだからさって。なるほどね。全然話についていけないからなんか悲しいって。あー、この最近ね、なんかこのゲームの話ばっかりになっちゃってるからね。確かに、バベルの塔ですか。あー、次のイベントのお話かな。イベントの時に使うやつですか、これ魔法のハンマー。マジか。あ、じゃあまだ使えないっていうこと。こんばんは、こんばんはです。魔法のハンマーの使いどころがわからんって。え、だよね、わからんよね。あとさ、なんか封印の封みたいなさやつ、封印の札みたいな、レベルアップしようとしたら星くずが足りないとか出てきたって。あー、星くずはですね、星くずとゴールドは試練の地で、試練の地あるかな、ここのさ、あ、またライトだ。ここのミニメインストーリーあるじゃないですか、ね、メインストーリーでね、そのここに試練の地があって、ここポチって押すと3つここが星くずで、なんかエネルギーみたいなコインみたいなあって、
それをね1日3回ずつできるので、それをやればあのもらえるようになりますね。ログインしたらお帰りなさいって言ってくれるからなんか嬉しいって。え、嘘、私マナーモード状態でしかやったことないからさ、それ知らんかった。え、このゲームですか、このゲームの話。大丈夫です、話せる話としたら25日の公演当たったら行くよって話くらいかなって。え、ありがとうね。ホジクス進化するときに必要なの。あ、だよね。ね、ハレスの地獄っていうのしかない。じゃあ、あ、でもちょっとずつ進んでいったらもらえるようになる。このゲームめっちゃ、え、このゲームめっちゃ話すの、嘘でしょ、喋るの。え、ちょっとさ、マナーモード解除してやってみようかな。初知りなんだけど話すの。教えてくれた、レベルアップしてから戦闘したら勝った、ありがとうって。あ、こちらこそですね。ちょっとずつはるちゃんが役に立ってきて嬉しいですね。役に立てて。今星屑足りなくて日にち変わるまで進化待ちって、それあるよね。はるちゃんもそうなんだよね、今進化待ちなんです。そう、ちょっと日にち変わるまで進化待ちです。仕事終わった後12月14日 RBBB のハーフタイムまでには会場にはつけた動画、今だから言えるって。ありがとう。で、声優さん豪華らしいですね。なんかはるちゃんの友達、あの親友がですね、声優さん好きなあの友達だらけです。あ、で、あの、いや、3人、あの親友3人なんだけど、あの、そう、声優さんが豪華らしくて、え、このゲームやばいよって言われたんだけど、私声優さんのことはあまりちょっとよく分かってなくて、うん、どなたがどなたの声をやられてるのかも分かんなくて、うん、めちゃくちゃ喋るの、めちゃめちゃ喋る、セリフとか多いって。嘘、え、マナーモードにしてた今まで、嘘でしょ。ちょっとさ、この配信終わったらさ、マナーモード解除しますわ。喋るんですか。ゴールド足りなくてレベルアップできなくて負け続けてる。え、ほんと。じゃあ、あれ、真理のラバーンっていうところでさ、とかない、なんかいろんなところボタンポチポチしてればね、いろいろとね、ゴール、あのゴールドとかねもらえるんだよね。ね、なんかいろいろとポチポチしてればね、最初は試行か、あの試行錯誤でポチポチしてたらね、意外となんかもらえたから。強化のリセットって何ね、強化のリセットって何待って、それ教えて、ちょっと強化のリセットって何、強化のリセットって何。1の11までは行ったって、っ、ありがとう、嬉しいね、よかったよかった。うん、待って、ちなみに土曜日ジョージと手のひらサイズのマイメロ UFO キャッチャーで撮ったからまた見せるねって、あ、楽しみにしてますね。何？ヒーロー選んで、ヒーロー選んでリセット？今さ2700あるからさね、大丈夫なんだけどさ、え、これって
え、何使ってもあのその数字なんですか。知らんかった。え、じゃあ R とかでもさ、あれなの、そのやつもらえるの。はるちゃんのパーティーの構成はですね、バトルでしょ、パーティー、ヒーローのパーティーはですね、ですね、はるちゃん何使ってるかな、ゼウス、ハデス、ペルセポネ、マルドゥク、ルシファーっていうやつ。え、俺も強化のリセット知らなかったから配信見てて助かったって。あー待って、ねえ私だけにして分かってたのね。やばい、私の配信でみんな勉強していくんだけどね、全然知らなかったね。多分使った分がまるまる返ってきてる気がするって。ね、知らんかったね、それ先に言ってよね。使わないのリセットするのありだよね。うん、イチャつかないでって。あ、イチャついてない、全然イチャついてないですよ。待って、全然知らんかった。UR はですね5体います。5体ね、この方たちいる、この方、ルシファー、マルドゥク、イシス、アマラテス、あ、アマテラスだ、で織田信長ね。ブザビタありがとう。ゲームの BGM 代わりに音だけ聞いてましたってね。なんか昨日から BGM って言われてるんだけどさ、悲しすぎるんだけど。あ、間に合いましたって、ありがとうね、お仕事お疲れ様ですね。21ですか。あ、21まで来た、おめでとう、おめでとうございます。待って、しかもはるちゃん最低かな、140近いからだいぶ帰ってくると思うかな。待って、はるちゃんね、待って、今ちょっと試してみてもいい？なんか R リセットするとさ、めちゃめちゃ戻ってくるんだけどさ、え、見て、これこの数字を見てほしい。あ、ちょっとスクショしてさ、ちょっとあれ画面を拡大すればいいのかな、ね、こんなに戻ってくる、やばないこれ、ねえ、ね、こんな全部この数字戻ってくるんだけどねえ、ねえ、このこれが戻ってくる、ねえ、これ最強すぎる。はるちゃんもうさ、もう覚醒するよこれね。この情報知ったら私もう覚醒しますよ本当に。あ、カード減らないの？なるほど、レベルのリセットと強化のリセット間違えないでねって。あ、分かった。え、9期生お披露目あったの？嘘、待って、見たい。あ、待って、 NMB さんでしょ。あ、レベル141です。そう、待って、ちょっと待って、はるちゃんはちょっとそれどころではない、あの9期生のお披露目さんを見たい。お披露目さん、待ってよ、私の、え、でもさ、待って、ごめんなさい、私顔見ても分かんないわえ、待って、ダイヤの商品にはね気をつけますね、注意しないとね。新潟の方いるんですか？待って、
え、なんか姉妹で入ってるみたいな。ねえ、新潟の方ってどなたなんだろう、私全然わかんない。やばいな、はよちゃんどなたがどなたかわからない、ね、そう、レベル、え、レベルリセットと強化のリセット間違えないでねって。何が違うんだ、レベルのリセットと強化のリセットって何が違うね。強化のリセットって何、それってどこにあるの、強化のリセット。それ間違えちゃいそうだからさ、教えてください。ね、全然わかんない。ねえ、レベルの、レベルのリセットと強化のリセットって何？リセットを押すとタブあるの？え、わかんない。強化のリセットって何？何？全然わかんないんだけど、話についていけん。え、これやってみていいの本当に。これはるちゃん、これやってみていい感じなの？早速間違えてしまったオタクがこちらって。え、待って待って、はるちゃんやばいかもしれない。何これ、レベルリセットって何？え、え、これやばい系、レベルリセットって何？待って、はるちゃんね、強化のリセットって何それ。ね、どこだ、何事もやってみようってね、怖いって。ね、どうやってやればいいんだろうこれって。あのリセットって SR 以上って、え、わかんない、はるちゃんもちょっとまだリセットできてないんだよね。レベルリセット最低1、あ、最低が1に戻るのこれって。なるほど、へえ、難しそう。なんか最低が1に戻るんか、なるほどね。強いの残る？じゃあリセットして大丈夫なんですかこれって。え、リセットしちゃうけど大丈夫そうこれ。じゃあ、え、いいのこれって。え、どう、リセットして大丈夫そうこれ。え、強いの残る？え、待って、これ待って、リセット、リセットしてさ失敗したらどうするこれね。ワクワク。あ、でもさあ、びっくりした、やばい危ない、強化のリセット、強化の リセットするところだった。なんか変なのが出たら、え、これ待って、これでしょ、え、これさ、え、どこがリセットされるの、え、難しい、待って、え、これさ、なんかリセットの意味なかった気がする。なんか全然、なんかはるちゃんの使ってるキャラ以外のものリセットされただけなんだけどさ、ね、竹足書いたけどすぐに戻せたってやばい。ね、リセットしたんだけどさ全然、ね、
でもこれやらない方がいいかもしれん逆にねえ2の1から進まないんだけどって、えどうすればいいんだろう。レベルのリセットよりか強化のリセットは使えるかとって、あ本当ですか。待って、じゃあちょっとやってみようかな。でもさ、レベルはるちゃんの一番低いの、ね、何のためのリセットか分からんね。こんばんは、可愛い子あっけ、ありがとうね。何のためのリセット、強化に使ったキャラができて他の強化に使えるってことかなって。え、そういうこと、え、強化のリセット、あ、なるほどね、そういうこと。でもさ、強化さ、もうさ、あの全部さ使えるやつはさあれなんだよね、レベル最大だからさ別に強化のリセットをしなくて大丈夫なんよね。え、こんばんは、かわいいって、え、ありがとう、ありがとうございますね。ね、レベル最大とかパワーワードすぎるそうそう、そうなんだよね、レベル、あ、そう、使ってるやつ全部10だからさ、プラス10だからさ、だからはるちゃんさ別になんかいらないかもしれん、それは。君に早く追いつきたいってぜひぜひ、あ、17人いるんですか、17人の方、やば、若、中3だ、え、小2がいる、あ、小2じゃない、間違えました、間違えた、ね、小6がいるね、こういう機能もあるよって教えたかっただけって、 ありがとう教えてくれて。いくら課金したんよって、いや違う、してない、あの時間を費やしただけだよね、私のスクリーンタイムの時間が多分おかしくなってる。だって今日だけでもあの8時間やってます、今日だけでも8時間やってる、昨日は昨日も8時間だで、一昨日が11時間だね。だから時間を費やせば頑張、あのいけますよ、頑張ったら。ね、昼間に一度見たらオンラインになってて察したって。待って、昼間やってない、え、昼間やってないよ、昼間、え、多分昼間やってない気がするね。多分ね、ずっとあのスクロールしてない、スクロールしてなかった。昨日めげずにガチャしたら小田さんを仲間にできましたって。え、だよね、ね、できますよ、そうね、同期で姉妹だってすごくないですか。え、私もなんか同期で姉妹になりたかったな、ちょっと誰か同期をさ、同期を友達じゃない、あのお姉ちゃんにしようかな、誰か、あ、ナンバー見てた、ちょっとさね、あ、待って、今見てましたね、はるちゃん体育館裏で遊んでそうって、あ、やばい、なんだそれはね。ちょっと待って、ランキング読まないと、ランキング読む、いけます、ランキング読みます。ちょっとゲームの話はあのゲームでしよう。13位からいきます。13位、ポラリ
ホラリトンチュン、ありがとうございます。12位ドラミちゃん、ありがとうございます。11位ハネヤンチュン、ありがとうございます。10位ヤマジャケースチュン、ありがとうございます。9位チーポーチュン、ありがとうございます。8位ボンチュン、ありがとうございます。7位ヒロンチュン、ありがとうございます。6位リエちゃんズチュン、ありがとうございます。5位坂井しいちチュン、ありがとうございます。4位マッチョチュン、ありがとうございます。3位メトロポリスチュン、ありがとうございます。2位南川ゴーチュン、ありがとうございます。そして第1位はてるるるるるてんりょうちゅんです、ありがとうございます。待って、これさ4位言ったね、4位言ったねんね、待って待って、これさ今さ4位言いました、私。待って待って、これさはるちゃん言った、全員言った。なんか短くない、いつもより短くない。はるちゃんこんばんは、ってこんばんは、もう終わっちゃうね、待って、ね、なんかいつもより短くない、え、テンポ良かったね、え、いつもよりさ短すぎてさ、え、誰か飛ばしてない、大丈夫、これ大丈夫だ、大丈夫かな、なんか短いねあ、呼んだ、え、あ、呼んだか、じゃあ大丈夫か、2の1から1の9に戻った、なんだなんだそれは、ゲーム始めたけどなかなか進まなくてって、じゃあなんかわからないことあったらはるちゃんに何でも聞いてね。ちょっと今日は終わっちゃうけど、あのまたお話ししようね、明日も配信するので明日お話ししよう、じゃね、またね、ありがとう今日も来てくれてね、おはるちゃんですって、おはるちゃんです、お疲れ様です、おやすみって、おやすみなさい、ありがとう、また明日ね、いい夢見てね、ありがとうね、おやすみ、またね、ね、明日ね、バイバイ、おやすみバイバイ。